科学分析装置96穴型マイクロプレートはエライザなどに用いる。圧性は標的実態の存在、量、または機能活性を定性的に評価、または定量的に測定するための臨床検査医学、工業、薬理学、環境生物学、及び分子生物学における調査手順である。分析物には薬物、生化学物質、 化学元素や化合物、あるいは生物や有機サンプル中の細胞などが含まれる。測定された標的実態は分析物、測定対象物、または圧勢の標的と呼ばれることがよくある。圧勢は通常分析物の主競性を測定し、関連する測定単位で表現することを目的としている。圧勢に外因性反応物が含まれる場合、 それらの量は固定で保たれるため、標的の量と質が唯一の限定要因になる。圧勢結果の差は、等の標的の未知の質、または量を推論するために使用される。一部の圧勢は、科学分析や適定に類似している場合がある。ただし、圧勢には、通常、生物学的な物質や現象が含まれ、その素性、または挙動、あるいはその両方は、 本質的により複雑である。したがって、圧ッの読み取りはノイズが多く、正確な科学的定義よりも解釈が非常に困難になる場合がある。一方、旧世代の定性的圧ッ特にバイオ圧ッは、はるかに荒く、定量的ではないかもしれない。圧ッは、現代の医療、環境、制約、法医学技術で、日常的な一部となっている。他の業務でも、 工業用、一般家庭用、または現場レベルで圧勢を採用している場合がある。商業需要の高い圧勢は、専門産業の研究開発部門で十分に調査、されてきた。それらは、また、何世代にもわたって、開発と高度化を経てきた。場合によっては、発明に付与された特許などの知的財産規定によって保護されている。このような工業規模の圧ッは、 設備の整った研究室でアッセイの注文から分析前のサンプル処理までの手順が自動編成で実行されることがよくある。分析物は通常ハイスループット自動分析装置でテストされ結果が検証され注文サービスプロバイダーとエンドユーザーに自動的に返却される。これらはエンドユーザーとのインターフェースとなる複数のコンピュータ端末中央サーバー。 物理的な自動分析装置、その他の自動装置とのインターフェースを持つ高度な検査情報システムの使用によって可能になる。エチモロジーオンラインによると、動詞圧勢は、試す、努力する、励む、品質をテストするという意味で、アングルフランス語の圧勢や、圧歳から、古希フランス語の圧歳から、圧歳の異形をエッサイ、思考から、名詞圧勢は、 14世紀半ば、思考、品質テスト、特徴テストという意味で、アングルフランス語のアッサイから、金属の純度のテストの意味では14世紀後半からとなっている。貨幣コインアッイでは、これは文字通り、金や銀、またはコインの真の価値を表すために使用された、貴金属成分の純度分析を意味していた。これは、 後に一般化された分析の意味に翻訳された可能性がある。例えば、もともとは生物に対する実際の作用によって測定されていた薬理学的な薬剤処方中の不活性不経剤中に含まれる医薬品の有効成分のように混合物の中に含まれる標的の重要、または主要な成分の分析などである。圧イは決して単独のプロセスではない。 分析前及び分析後の手順と組み合わせる必要がある。アッセイの開始までに行われる情報伝達や資料取り扱いは分析前ステップである。同様にアッセイの後、その結果は分析後ステップと呼ばれるステップで文書化され、検証され、送信、伝達される場合がある。他のマルチステップの情報処理及び伝送システムと 同様に、圧勢の伝達された最終結果の変動及びエラーには、そのようなすべてのステップの対応する部分が含まれる。すなわち、圧勢自体に固有の分析の変動やエラーだけでなく、分析前と分析後のステップに関与する変動とエラーも含まれる。圧勢自体が多くの注目を集めているため、ユーザーのつながりによる注目が少ないステップ、つまり、 分析前及び分析後ステップは規制が厳しくなく一般的にエラーが発生しやすくなる。例えば医学研究室の圧勢における分析前、ステップはすべての検査エラーの32から75%に影響する可能性がある。圧勢は非常に多様であるが通常は次のような一般的なステップが含まれている。サンプル処理及び操作、識別、同定。 検出システムに識別可能、または測定可能な形で標的を選択的に提示するもの。これは単純な遠心分離、洗浄、露過、または何らかの形での選択的結合による補足が含まれれる場合もあれば、免疫学的圧生でのエピトープ不活化などのように標的を収職したり、質量を分析法でのように標的を断片的に切断する場合もある。 一般に、圧勢の前に行われる複数の別々のステップがあり、分析前処理と呼ばれている。ただし、一部の操作は、圧勢自体と切り離せないものもあり、前処理とはみなされない。標的固有の識別、同定の原則、類似成分のバックグラウンドを識別し、特定の属性によって、生物学的物質中の特定の標的成分を、具体的に同定すること。 例えば PCR 圧生では特定のオリゴヌクレオチドプライマーは標的に固有のヌクレオチド配列に基づいて塩基体を形成することにより標的を同定する。信号増幅システム分析物の存在と量は一般的に信号増幅の何らかの方法を含む検出可能な信号に変換されノイズから容易に区別して測定することができるようにする。 例えば DNA 配列の混合物間の PCR 圧生では特定の標的のみが DNA ポリメラーゼ酵素によって数百万のコピーに増幅されるので他の潜在的な成分と比較してより顕著な成分として識別できる。分析物の濃度が高すぎる場合があり、その場合には圧生にはサンプル希釈または負の増幅である。 信号低減システムが含まれる場合がある。信号検出システム、増幅された信号を定量的、または定性的に解釈可能な出力に解読するシステム。それは、視覚的、または手動の非常に大雑把な方法である場合もあれば、非常に高度化された電子デジタル、またはアナログ検出機である場合もある。信号増強とノイズフィルタリング。 蒸気のステップのいずれかまたはすべてで実行される場合がある。圧勢中のステップ、プロセスが下流になるほど、前のプロセスからのノイズを引き継いで増幅する可能性が高くなるため、高度な圧勢の複数のステップには、信号特有の鮮明化、増強の構成及びノイズ低減、またはフィルタリング構成の様々な手段が含まれる場合がある。 これらは単純に筐体域通過光学フィルターの形であっても良いし、一区域的結合を防止する結合反応のブロッキング試薬、または背景物体の自己傾向を防止する傾向検出システムにおける昇降試薬の形であっても良い。アッセイが単一の時点のみを調べるのか、複数の時点で行われた投資時間値を調べるのかによって、アッセイは次のようになる。 エンドポイント圧勢、一定のインキュベーション期間の後に単一の測定を行う。速度論的圧勢、測定が一定の時間間隔で複数回行われる。速度論的圧勢の結果は数値的に可視化しても良いし、グラフィカルに表示することができる。速度論的圧勢の場合、表示的に測定された応答の大きさと形状の両方が重要な情報を提供する。 ハイスループット圧制、エンドポイント、または速度論的圧制のいずれかであり、通常96以上、384以上、または1536ウェルのマイクロプレートフォーマットの自動化プラットフォーム上で行われる。このような圧勢は、多数の化合物、または分析物を試験するか、または試験される刺激及び、または化合物に応答して機能的な、 生物学的読み取りを行うことができる。測定する標的、または分析物の数によって異なる。通常の圧勢は、マルチプレックスと呼ばれない限り、単純圧勢または単一標的圧勢である。マルチプレックス圧勢は、一回のテストで複数の分析物の存在、濃度、活性、または品質を同時に測定するために使用される。 マルチプレックスの出現により、免疫学、細胞科学、遺伝学、ゲノミクス、薬物動態学、毒物学など、多くの分野で迅速かつ効率的なサンプルテストが可能になった。生成される結果の質に応じて、圧性は次のように分類される。定性的圧性、一般的に合格、または不合格、または陽性、または陰性、または 正確な量ではなく、少数の定性的階級のみを与える圧性、反定量的圧性、物質の量を正確な数ではなく、近似的な方法で読み取る圧性。一般的には、陽性、または陰性の2つの結果よりも少し多くの階級を持っている。例えば、グループ化試薬に反応した RBC 教習に基づく血液型検査に、 使用される1から4のスケールでのスコアリングなどがある。定量的圧性試料中の物質の量を精密かつ正確に数値化して定量的に測定する圧性最も一般的な遺伝性出血性疾患であるフォンビレブランド病の凝固検査ラボで使用されている圧性の例として免疫測定法を用いて血液中の VWF の量を測定する。 VWF 抗原圧生がある。機能性圧生、活性物質の量だけではなく、その機能を定量化しようとする圧生である。VWF 抗原圧生の機能的対応は、リストセチン保因子圧生であり、外因性ホルマリン固定結晶板を添加し、固定結晶板の凝集を測定しながら、リストセチンという薬物の量を徐々に増やしていくことで、患者の結晶中に存在する。 VWF の機能活性を測定するものである。同様の圧性であるが、異なる目的で使用される、リストセチン誘発結晶板凝集、または、リッパと呼ばれるものは、リストセチン及び、VWF に反応する患者からの内因性、生地小板の応答をテストする。圧性の原理が適用される一般的な機質によって、異なる。バイオ圧性 反応が生きた物体の生物学的活性である場合、例として次のようなものがある。生体内で、生物全体生体外で、身体部分生体外で、臓器生体外で臓器の部分、組織細胞リガンド結合圧性、リガンドが受容体に結合する場合、イムノ圧性、反応が抗原抗体結合型反応である場合、信号増幅システムの性質に応じて、 圧生にはいくつかの種類がある。酵素圧生。酵素は、気質の喪失、または、産物の酸性が色、または特定の波長や光の急高度、または、電気化学発光、または、電気、酸化還元活性のような測定可能な属性を持っている場合に、多数の気質に対するその高度反復活性によって、試験される場合がある。増幅で用いられる光検出システム。 例えば、ホトダイオード、または光電子増倍管、または冷却電化結合素子による、放射性同位体標識機質が使用される、放射免疫測定及び平行透析圧制、ガンマカウンター、または X 線プレート、または蛍光高度計での増幅によって検出することができる、ポリメラーゼ連鎖反応圧制、信号ではなく DNA 標的を増幅する、 組合性は圧性、感度を向上させるために、蒸気及び他の増幅方法の組み合わせを利用することができる。例えば、酵素連結免疫圧性、酵素結合免疫吸着圧性。検出システムの性質に応じて、圧性は以下に基づくことができる。コロニー形成、または仮想コロニー数、例えば、バクテリア増殖や、細胞増殖によるもの。フォトメトリー。 分光測色法、液体飼料のキュベットを一定の高炉調で通過する際の特定の波長の光の急高度を測定し、その急高度をブランク及び段階的な量の標的化合物を含む標準と比較する。放出光が特定の可視波長のものであれば、非色分析法と呼ばれることもあるが、特定波長の光を使用することもある。例えば、レーザーを使用して、 特定波長の蛍光信号を発光させ、特定波長の光学フィルターを介して検出する。光透過率、例えば結晶板凝集反応時の塊数の減少に伴う見学粒子による液体の不透明度を測定するために使用することができる。タービジメトリー、液体サンプルを通過する直線透過光の不透明度を 光源の真横に設置された検出器によって測定する方法である。ネフェロメトリー、溶液中を光のビームが通過した時に生じる光の散乱量を測定して、飼料中の粒子の大きさや濃度、流度分布を測定する。リフレクトメトリー、飼料、または反応物から反射された光の色を評価する場合に使用する。例えば、ティップスティック圧生で、 尿テストストリップを自動読み取りする。年段性測定。例えば粘度測定。弾性率。合成測定。係数圧制。例えば、光学式。フローサイトメトリー細胞カウンターや粒子カウンター。または、コールター。インピーダンス原理に基づく細胞カウンター。画像解析。手作業。またはソフトウェアによる画像解析を伴うイメージング圧制。サイトメトリー。 画像処理装置で細胞サイズの統計を評価する場合、電気的検出、アンペーロメトリー、ボルタンメトリー、クーロメトリーなどの電気検出法は、多くの種類の定量的測定に直接または間接的に使用される。その他、他の物理的性質に基づく圧勢には、次のようなものがある。浸透圧系粘土系、イオン選択電極症候群検査タンパク質と、 DNA の相互作用を研究するための圧勢には次のようなものがある。細胞係数圧勢は生細胞の数、非細胞の数、またはある細胞種類と別の細胞種類の比率を決定することができる。これは様々な物理的方法によって測定される。しかし他の方法では細胞構造や生理学の生科学的プロービングを使用している。 もう一つの用途は、細胞培養の監視である。細胞毒性圧生は、化学物質が細胞に対してどれほど毒性があるかを測定する。細胞の特定のパラメータや応答を評価するために、多くの細胞圧生法が開発されてきた。細胞研究で使用される技術には、次のようなものがある。ハップスベースのウイルス力化圧生は、独自の高性能キャピラリー電気営動システムを使用して、 バキュロンウイルス力化を測定する。トロファイル圧性は HIV 指向性を測定するために使用される。ウイルスプラーク圧性はサンプル中に存在するウイルスの数を計算するものである。この方法ではウイルス接種によって形成されたウイルスプラークの数をカウントし、そこから実際のウイルス濃度を決定することができる。 広範囲の細胞分泌物はエライザ法を用いて検出することができる。これらの特定の物質を分泌する細胞の数はエリスポット圧性という関連技術を用いて測定することができる。複数の圧性が同じ標的を測定する場合、それらの結果と有用性は圧性の性質とその方法論、信頼性などに応じて比較可能な場合とそうでない場合がある。このような比較は アッセの一般的な品質特性の研究を通じて可能である。例えば、測定の原理、検出のダイナミックレンジ、分析感度、機能感度、分析得意度、陽性、陰性の予測値、ターンアラウンド時間、すなわち、分析前ステップから最後の分析後ステップの終了までのサイクル全体を完了するのに用した時間、スループと、 すなわち単位時間あたりに行われた圧制の数など、医療診断や予後診断、環境分析、法医学的手続き、医薬品の研究開発など、専門的な目的で圧制を行う組織や研究所は、検査方法の検証、定期的な構成、分析品質管理、技能試験、試験認定、試験ライセンスを含む、十分に統制された品質保証手順を受けなければならない。 そして、圧勢の信頼性を確立するために、特に法的に許容され、圧勢結果の品質に対する説明責任を維持し、また顧客に圧勢を商業的、専門的に使用することを納得させるために、関連する規制機関からの適切な認証を文書化しなければならない。生物活性データベースは、科学構造やその他の科学情報を文献、特許、 およびスクリーニングプログラムのバイオアッセから得られた生物活性の結果と関連づける。プロトコルデータベースはバイオアッセの結果を実験条件やプロトコル設計に関するメタデータに関連づける。ありがとうございます。